はい、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好き、はるまりことはるきまりです。本日はこちら、アーケードのね、ライデンで遊んでいこうと思います。まあ、こう、見ていただくとね、わかるかなと思うんですけれども、まあ、激しいね、シューティングゲームになっております。これは、今の超えてくもゲームさん。当時テクモさんから出ているね、縦スクロールのシューティングゲームになっています。めちゃめちゃ私ね、すごく好きな感じのねゲームになっておりまして、だいぶねシンプルだけど、こう爽快感が味わえるようなねゲームかなというふうに思っております。さあ、ちょっとね、以前も実況上げてるんですけど、ちょっとね、それを超える記録をね、出したいな、というふうに思っているのでね、今日は頑張っていきたいと思います。ちなみに、結構難易度は高いと思っていますが、ちょっと頑張ります。では、クレジットを入れましょうね。では、スタートです。はい。まあ、異色雷電伝説っていうタイトルで、スーファミに一応移植されていたりとかもします。連射つけたけどどうだろうな、自分の親指で押した方が早いかなそれだけがちょっと悩ましいポイントなんですけど、こうやってどんどん、アイテムというかカプセルみたいなやつね、取って強く、していきながら進めているっていうね、ものになります。なので、周囲をよく見て本当に周囲をよく見ないと大変なことになるので、一応ボムもあるんですけど、まあ温存するじゃん、ボス倒すときに多分使うんでね。なんでなるべくいろいろ温存しながら行きたいんだけど、絶対に当たりたくないもうね、一回当たったらね、もう本当に悲しくなるくらい弱くなるから、絶対に当たりたくないんだって。やだ、なんだこの量は、助けてー、右、あー、見えていたのに、分かっていたのに読めなかった、危なことが悔しい。もういるって分かってたのに、本当にね、めっちゃ、うわ、馬もいるんかい、めちゃめちゃ、うわ、本体に当たりとか珍しいミスなんかね、めちゃめちゃ嫌なとこに敵出てくるのよ。そこね、そこめっちゃ嫌だと思ってましたみたいな。これはちょっと尺に触る。よし、やりましたね。息を、なんていうの？お休みできない。大変ですよね。待ってくださいね。あ、私のカプセル取りたいね。私のカプセル取りたい。よし、もうどんどん強くしていくしかないのよ。おい、びっくりしたなんだそれ知らん攻撃してくんのやめてあは、避けられた、いけた、おい、危ない、ボスですか、ボスですか、危ない、アイテムなんか取ってる場合じゃないじゃん。わー、ボムやります。効きましたか、私のボム。わ、懐かしい、めっちゃ覚えてるわ、ここ。当たっちゃった。めっちゃ覚えてたのになぁ。そうだそうだ、左右の、こいつがね、うざいのよ、多分。だから、やっといて、青ね。で、こいつも出てきたよね。これをやっときたい。よし。あ、なんだ？生き物、あ、避けられる、あ、生き物取りました、よっしゃ、あ、サイドからの、サイドからのやつ、でもなんか生き物取りましたね やらしいわ。赤の取りたいんだけど、サイドからの、ほんと、やつが嫌いすぎるので。
派手派手な感じになっちゃったけど、どうしようかな。あ、もう本当に赤取る。で、まあこの状態でボムる。お前はやる。で、これくらいなのよ。だからこいつにボムって死ぬんじゃない？うわ、まだ出てくる。別に。やった。よしよし。あと1体。後ろから。惜しくない。楽しい。もう親指ガチガチやもん。あ、そっか、コンティニューしちゃうとこっからになっちゃうから、コンティニューじゃない方が強い状態で少しいけたかな。多分ね、こんなにね、弱っちょろくなかったらボスなんてきっと余裕なんだと思うんですよ。次ゲームオーバーになったらあれしますね。最初からやりますね。えい、よし、3発入れたら、もう、まだ生きてる？ 3 発入れたら死ぬかなと思ったんだけど。あ、その時に、分かってるのにね。なんで分かってるのに、こう、釣られちゃうんだろうね、たまに。ホームをどこまで温存するか説はあるが、めちゃめちゃもうクリーンヒットの場合なんかさ、おまけしてほしいな。どう当たったんじゃない？もう痛いんじゃない？そろそろ。ちょっと横からのやつ、あのね、あいつが嫌なのよ。頑張ろう。青のままにして、ちょっと距離を置いて抜けながら、しかしボムは効率的に、火邪魔だな。あった、あった。で、そう、こいつはね、あーん！最初からよ。で、強い、めちゃめちゃ強い状態で、多分ね、行くと、ボスは余裕なはずなんですよ。それまでにいかに食らわないかが大事だと思って、分かってんのにさ、なんかこう結局翻弄されるし、結局ね、避けられなくてっていうのがもう目に見えてるんだけどさ。音楽かっこいいよね。あ、違うの。うわー、赤取っちゃった。うわ、牛いっぱいいますね。避けられるかな。私、いける。結構な数来てるけど、いけます。あ、怖い。すごく怖い。なんとか避けてるっぽい。避けてたっぽい。よし、青、赤だ。そのまま行こう。横からきついね。このまま行きたいね。できればこのままの強さでボスに挑ませてほしい。危ね。危ないよ。もう緊張感が伝わりますか？ああ。
回でも気を抜いたらね終わりだから、このゲーム。なんか B 飛んでる、 B が飛んでるから B 欲しい。どっか行っちゃった。 B 戻ってこない、もう戻ってこないな。欲しかったのに。ボスの音してるのにさ、ボスじゃない敵も来るのいっぱいね。えさっきより明らかに、よしよし、来た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 、いいよ。これで、ね、さっきよりもめちゃめちゃ強い。ああ、またまたぬいぐるみ。いっぱいいっぱい、横からのいっぱい、やだ。あ、まだ生きてるじゃん。いっぱいめっちゃ来るじゃんねえ。やべえやれ、あーい。やっぱりボム残しとこうかな。それだけだな今の私の悩みは。初回は使うが、それ以降は残して、なるべく雑魚を、君たちを倒すことの、そうよ。あー、大爆発。むずいね。楽しいけど、もうそこから出てくるのやめてほしい。このやらしさ。どうしよっかな。赤の方がいいかな。幅広く攻撃できた方がいいかな。最初いいよ。出だしよし。出だし悪くない。あ、で、よし、置けた、置けました。で、あー、どこにいたら安全だろうね、一番。やっぱ安全地帯を求めてしまうじゃない、私としては。でもやっぱ一回やっついた方が、で、どうでしょう、どうでしょう。あとちょっと、あ、ま、あ、ねえ、次行ってないか。ほぼ倒してたのにね、同じタイミングで。うわ、死なねばもろとも、もろとも、死なねばもろとも。なんか発音おかしいな。でしたよ。ほぼほぼ行ったのにな、今。いや、大体分かりましたよ、私は。もう。あとちょっと。ちょっと、後ろのやつ怖い。やったー！行ったよ、行った。やっぱり、なんか、慣れればね。ボーナス少ねえ。鬼少ないですけど、やっぱ回数を重ねればねできますわ。楽しいけど、ここからねどんどんまたね敵がいやらしくなるんですよ。あっ、危ない、やめい。やっぱ強くなった時の感じがすごくいいよね。攻撃がさ、いろんな方向に、そのカプセルを私に、よし、あ、かっこいい。ちょっと違うのも欲しいよね。ちょっと多いな、量が多いな、危ないですね。あははは、いやもう無理よ。壁に追い込まれたらね、無理って聞いてるよ、私は。さすがに。そうだよね、だからあんまり、ある程度前に出た方がいいのかな。あん、空の真上でやられたわ。
どうしようかな。ああ、いいですよね。いけるかな。もう、押し入れもなく使います。ラストだからね。あ、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。やべえ、やべえ。これはまずい。これはまずいぞ。ああ、ギア！その本体に当たるのちょっと恥ずかしいよね。なんか。惜しげもなく使うボム。で、あ、後ろから攻めそう。攻められてる。すごい嫌だ。後ろから攻められるのめっちゃ嫌。あ、危ない。あ、すっごい前出ちゃった。ごめんなさい。危ない。すっごい前出てるし、全然ビーム当たらんし。ビーム、弱っ。レーザー？あ、危ない、危ない。ジパック。よしよし、いいよ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 。鳥みたいなやつを一気に片付けてやったわ。で、ここですよね。ここ。そうですよね。さっきより死んだんじゃない？いっぱいいっぱい弾がいっぱい。あひひひひ。あって思った時にはもう死んでる。あとちょっと死んだ声。やった。なんか針みたいな強い武器が出てしまった。あっ。待って。ちょっと多くない？今ボム時じゃなかったな。絶対に。見てるなあ。あ、ここ見覚えるぞ、このステージ。ここまで勝つと私は言ってたっぽいな。知ってるもんな。いいよいいよ、無理してでも進んで。本当に、あ、いや強い、粘ってる。お思いもよらぬ声来たから変な声出ちゃった。かっこいい。やっぱこのぐらい強くなるとすごく楽しい。今までは辛いだけだったけど。うわーい。危ない。危ない。避けて。よく避けてんな、私。あー！そういうパターンですか？後ろから来るっていう。ふぅ！うまく避けてたのにめっちゃ悔しいじゃん。咳込んじゃうぐらい辛い。よかった。はい、ということで、皆さん、ライデンいかがだったでしょうか。まあ、このぐらい難しいけど、まあ、シューティング上手い方はね、ひょひょひょいっていう感じなんじゃないかなという部分もね、あります。まあ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 、大変でしたね。でもすごくこう、本当に難しいけど、定期的にやりたくなっちゃうようなゲームかなと思うので、ぜひね、皆さん遊んでみていただけたら嬉しいです。ということで本日は以上、ご視聴ありがとうございました。